こやん。グレビッチ設計局、MiG-19BT。なんか、MiG-17 からさらに進化したような見た目だな。うん、お口ぽっかりエアインテークや、後退翼など、全体のレイアウトとしてはまだ第一世代っぽさも残ってる見た目よね。そうだな、徐々に進化していく様は見ていて面白い。この MiG-19 は1954年に初飛行した双発ジェット戦闘機で、レーダーを搭載し、音速を突破可能であることから、第二世代ジェット戦闘機に分類されるよ。おお、MiG 初となる第二世代機なんだな。最も世界初の超音速機、第二世代機という肩書きは、わずかな差でアメリカの F-100 スーパーセイバーに取られてしまったけどね。あらあら、まあでも F-100 にはレーダーもないし、第二世代機の要素をしっかりと2つ搭載できた MiG-19 こそ、真の第二世代機だと思うけどね。はい。さて、話を戻して、この MiG-19 なんだけど、世界で2番目の超音速戦闘機とはいえ、開発されたのは F-100 とほぼ同時期、前例がない中での研究、開発となりました。MiG-15 では35度、MiG-17 では45度だった主翼の交代角は、MiG-19 では55度にまで増え、水平尾翼にはオールフライングテールという、全流動式水平尾翼を備えているわ。これまでの MiG をさらに強力なものにした感じがするぜ。また、エンジンにはツマンスキー RD-95 2機搭載。これはアフターバーナー付きのターボジェットエンジンで、水力は通常時最大で 29kN、アフターバーナー使用時には 37kN の水力になるわ。これを2機ってことは、合計で 74kN の水力になるのか。セイバーや MiG-15 ビスとかが、約 26kN の水力であることを考えると、MiG-19 の水力はその3倍近くに相当し、その差はまさに世代の境界線を感じさせるわね。当然ながら機体の規模もでかくなってるしな。さて、そんな MiG-19 ですが、今回乗っていくのは MiG-19PT。30mm 機関砲を2門主翼付け根に搭載し、ミサイルも2発搭載可能。お口ぽっかりエアインテークの中には丸くなってる部分があり、それがレーダーとなっております。違う方も惑星には実装されているのか？うん、MiG-19S や派生型の英語なども実装されているわ。また機会があれば実況するかもです。なるほど。それでは戦場へ。マップはスペイン、燃料は20分、弾薬ベルトは空中目標、オプションには空対空ミサイル R3S を2発携行していくよ。うわ周りにいる機体たちが明らかに格上。前回の MiG-17 がトップ DR の環境で2年遊び、スパセと MiG-19 の実装に衝撃を受けたあの頃、周囲の味方はみんな第一世代機だったわよね。ああ、スパセの実況をしたのも3年以上前か。セイバーの中に紛れるスパセっていうあの感覚も、今では味わうことができないのね。始まって早々、ちょっと寂しくなっちまったな。スパセの動画リンクは概要欄に貼っておくから、スパセが実装されて間もない惑星がどのような感じだったか、その様子を見ることができるわ。あれ、確か実装されて1時間も経ってないよな。うん、本実装後、世界最速で実況したからね。当時のウプ主のはしゃぎっぷりと興奮が伝わってくるな。6年遊んでいて一番嬉しかったアプでは、F-14 でも戦艦の実装でもなく、F-100D の実装だそうな。惑星で超音速機の実装は不可能と言われていたからな。その壁をぶち破った最高のアプでだったぜ。さて、思い出に浸っておりますが、画面では順調に加速しております。周囲の機体と比べるとさすがに見劣りするが、前回の MiG-17 から比べると、なんだろうな、最小燃料MiG の加速の良さが、時速900キロを過ぎても止まらず続いているイメージだな。そうだね、トップスピードが速いから、加速の伸びも同様に良くなっているわ。あ、そうそう。ずっと気になっていたんだが、なになに？ F-100D と MiG-19PT はどっちが強いんだ？それは良い質問ね。強さといっても戦い方次第なんだけど、総合的に見るなら MiG-19PT かな。最近あまり乗ってないから、性能に大きな変更があればわからないけど、加速、上昇、運動性能、この3点において、19PT は優れています。しかしながらミサイル運用能力と、最高速度に到達できた場合の速度差は、F-100D に劣ります。でも最高速度に達することなんかあまりないだろ。通常の運用ではね、仮にスパセが格闘戦を避け、最高速度が出せる高度に逃げようにも、上昇性能で大きく劣るため、MiG-19 からは逃げれない、または逃げるのが非常に困難であることが予想されます。やはり MiG-19 なのか。でも、なんかいいな。前世代では MiG-15 とセイバーがライバルとしてバチバチやり合っていて、次の世代でも MiG のライバルはセイバーの名を冠するスーパーセイバーなんて、ロマンある関係性だな。第二世代の始まりの2機だからね。でも、ここは第二世代実装から、間もなく4年が経とうとする惑星王さんだ。戦場にはマッハ2級や 20G、30G ミサイル持ちがうじゃうじゃいます。MiG-19 のミサイルは10G、無理ゲーすぎる。こんなミサイルでもすごかったんだけどな。 10G ミサイルの性能でもミサイル実装反対派閥がいたくらいだからね。今となっては合ってないようなオプションだからな。それでも、やるからには現在の戦場でも全力を尽くす。そう、なぜなら私は、古参は補正事業者だから。お前、絶対内心では古参なんて思ってないだろ。10年以上プレイして初めて名乗れると思ってるわ。たかだか6年程度遊んだくらいで古参なんて、笑わせてくれる。お前の古参のハードルちょっと高くねえか？っていうのを某あの方に話したところ、いや、用心くんは普通に古参だよ。との古参認定をいただき、今回は初めて古参を名乗らせていただいた次第です。某あの方が言うなら違いねえな。古参に認定もクソもないと思うが、ということで古参ミサイルを発射しました。古参の肩書きにこびるな。
拝命中、新参者のエーテンは気を利かせて古参を立ててくれたわ。なんなんだよそのシステム、エーテンが良い後輩すぎるだろ。てかエーテンとミラン多すぎない？確かにたくさんいるな。課金機だからかしら、超音速機も手軽に乗れるようになったものだ。今回はガンキルを狙うわ。そうだな、それがいい。撃墜。かなりいいエイムだったな、珍しい。この30ミリは扱いやすいわね。レート弾速弾道、すべてよし。順調に来ているが、焦っちゃダメだぞ。無理のない立ち回りを心がけるわ。例えばヘッドオン中の私が、ヘッドオンを回避したりとか。おお、無理がない。このまま一度体勢を整えます。了解だ。体勢整え、お次はミラン。離陸中に失礼するぞ。飛行速度遅すぎ、自分攻撃いいっすか？ミサイル知ってそうだから、10G のミサイルをぶち込んでやるぜ。ひどすぎる。しかも命中したし、いきなり撃墜すみません。許してください。何でもしますから、何でもするとは言ってない。満足したか？はぁ、一度着陸、燃料と弾薬を補給だな。そして、再度離陸、忙しいな。正面、サンダーチーフ、笑えるほどの性能さ。味方にはスコーイ25もいるし、きっと化け物ミサイルちゃんで落としてくれるわよ、他力本願寺。行け、中心ミサイルちゃん。普通に避けられた上に、スコーイ25が返り討ちにやってるぞ。これかなりヤバくない？狙いフライ。なんだ、A5C、中国3のやつか。中国が改造したMiG19の攻撃機型だね。あれはそのパキスタンへの輸出型。30G ミサイルのマジック1を2発搭載できるわ。すっよ。これ見て敵機は全滅。しかしながらなかなかゲージが減らないので、ここから少しだけ待機をして時間を潰そうかな。そうだな。はい、2両やったところで試合終了。おつ。結果発表だにょん。結果は3機撃墜、2両撃破の3位だな。まあ現環境にしては頑張った方では？惑星は一体どこまで進化していくのやら。F14 が来たことで第4世代の実装も始まり、来年の今頃にはそれなりの数が揃ってきそうよね。その頃までこの実況シリーズが続くのか、それは誰にもわからない。惑星にも歴史があるんだなぁと再認識させられる回となったわね。それじゃ、今回はこの辺で、次回、MIG21F13。来たな、最大の難所。何としても動画化してやる。この撮影がかなり難航しているため、もしかしたら特殊な形態になるかもしれないので、その件についてはまた次回の動画でお伝えします。それではさようなら。